新見公立大学では緊急事態宣言が出されている今月20日まで学生のアルバイト先に制限を設けたり、部活動やサークル活動の自粛を求めたりしています。そこで経済的精神的に負担がかかっている学生を支援しようと、大学院生を含む650人を対象に5000円分の商品券の配布を始めました。商品券は市内のスーパーなどで使うことができます。コロナの影響で あまりアルバイトができない状況でこういうふうにこう支援をしていただくのはすごくありがたいことだなと思ってます。